高速ターミナル駅は、大韓民国ソウル特別市随総区にある、ソウル交通公社とソウルシメトロ9号線の駅。3号線は、相対式ホーム2面2線を有する地下駅で、フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。改札口と7号線、9号線との連絡通路に、つながる階段は、ホーム1面につき4箇所、エレベーターは、ホーム1面につき1軒ある。 改札口は、回顧院より通しへ大川の2カ所ある。連絡通路は、改札外にあり、7号線との連絡通路は南側、9号線との連絡通路は北側にある。9号線との連絡通路には、乗り換え客の移動経路の情報を収集をするための改札機がある。化粧室は改札外に1カ所あり、出口は1、2、7、8番の計4カ所ある。 7号線は相対式ホーム2面2線を有する地下駅でフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。改札口と3号線との連絡通路に通じる。階段はホーム1面につき3箇所。エレベーターはホーム1面につき1基ある。改札口は番裏側と内方側の2箇所ある。化粧室は改札外に1箇所。出口は3番から6番まである。 3号線との連絡通路はホーム階と改札街の中間にある。9号線に乗り換える場合は、この連絡通路と3号線の改札街を経由しなければならない。乗り場案内上の乗り場番号は設定されていない。相対式ホームに面2線を有する地下駅でフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。改札口と3号線との連絡通路に通じる階段は、 ホーム一面につき4箇所、エレベーターはホーム一面につき1箇所ある。改札口は2箇所、化粧室は改札内に1箇所、改札外に2箇所ある。出口は8から1と8から2の2箇所ある。3号線との連絡通路はホーム階と改札外の中間にある広々としたコンコースの中ほどにある。このコンコースは3号線の線路のすぐ真下にあり、 影響を一切与えることなく施行するために CAM 工程で掘削した。天井にある大型鉄管とアーチ型のオーリオをそのまま露出させている。このコンコースは2009年の今年の土木構造物大賞を受賞した。7号線に乗り換える場合、連絡通路と3号線の改札外を経由しなければならない。乗り場案内上の乗り場番号は設定されていない。 近年の1日平均利用人員推移は下記の通り、92009、9ありがとうございます。